今日はね、掘り出し物の中古車が入ったということで、僕の行きつけの中谷自動車さんにやってまいりました。それで今日担当していただくのは中谷自動車営業の寺田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こいつですよね。こいつですね。これはなんていう車ですか？トヨタスペードのグレード G です。まあ、早速なんですけど、もう書いてますよね、本体価格が68万円。はい、安い。安いです。これは安い。そうなんですよ、ね、走行距離はいくらぐらいですか？驚きの18000キロです。わ、全然走ってないじゃないですか。はい、低走行なんですよ。まだまだこれからじゃないですか？もうこれからですね。なんかやっとね、慣らし運転が終わって終わったかな、ね、これからエンジンのね、はい、性能発揮みたいな感じですよね。はい、1万8000キロまだまだですよね。はい、そうなんですよ。それで年式は平成26年式です。ということは何年ですか？はい、6年落ちですかね。でもうすぐ7年。そうですね。ということですね。はい、7年経って1万8000キロしか走ってない。はい、これはもうほんま全然走ってないですよね。はい、もう本当に全く走ってないんで。ですよね。はい、もう全然走ってないのと一緒ですよね。はい、そうですね。ただね、やっぱり7年経ってますんで、はい、まあ、いろんな傷とかももしかしたらあるかもしれないんで、はいはい、その辺ちょっと見ていきたいと思いますんで。そうですね。よろしくお願いします。お願いします。じゃあね、はい、やっぱり中古車ということなんで、はい、傷確認いっときましょうか。いきましょう。フロント部分結構綺麗なんですよね。本当に綺麗ですよね。はい、7年経ってますけど、はい、傷ありますか？やっぱり本当に傷、汚れですね。これは汚れです。汚れのような、はい、汚れのような。ただそうですね、小傷はありません。ありそうですよね。あ、小傷ですか？小傷はありそうですね。はい、ありそうですね。はい、じゃあちょっと一周しておきますね。はい、ここがちょっとありますね。擦っちゃったかなっていう。 ありますね。はい、ありますあります。タッチペンで直りそうな。そうですよね。もう全然。はい、おいで。とあ、ちょっとここになんですけど、ここはもうあの磨いて取れる傷かなと思いますので、これはもう多分なくなりますね。なりますね。はい、あとこの辺にもありますね。ちょっと小傷がね、ありますね。やっぱりもう7年経ってますから。そうですね、小傷はもうしゃあないですよね。はい、ここにもちょっとこっちサイドがね、ありますね。ありますね。あ、もしかしたらこっちガレージに止めて通り道やったんかも分かりませんね。かもしれないです。自転車とかがね、はい、もしかしたら当たってたんかも分かんない。そうですね。これで後ろの方はほとんどない状態で、ちょっとここに、ね、はい、あるかなぐらいで。ちょっとここ、あ、これあの、はい、多分荷物出し入れした時にガンと当たっちゃったんですね。ちょこっと出たんですよね。腕左側は、あ、こっちは綺麗ですね。はい、ないですね。あ、ほんまや。はい、あ、全然綺麗です、こっちは。はい、ちことはやっぱりあれですよね、多分運転席側が。そうですね、通路やったんでしょうね。通路だったなと思います、きっとね。はい。これでね、はい、さっきちょっとちらっと見えたんですけど、はい、この助手席側ですね、はい、なんか欠体なドアの形状してますね。はい、これがあのスペード特有の特徴というかなんですけども、ここ開けていただくと、もう助手席も後ろも乗れるというドアが一つの状態。これすごいですね。はい、あの助手席側がスライドドア1枚なんですね。はい、そうなんですよ。乗り降りは、はい、すごい変わってますよね。変わってますね。これ初めて見ましたね。はい、すごい乗り降りしやすくなってるかなと思います。ですね。はい、あの助手席は普通のドアで、はい、その後ろにスライドドアがついてるっていう車は多いんですけど、はい、よくありますけど、これも普通のドアなくて、はい、もうスライドドア一体になってるので、しかも大きめのドアですから、はい、入り口も広いし、広いです。乗り降り楽そうですね。はい、じゃあちょっと中も見させてもらっていいですか？はい、どうぞ。あ、内装も綺麗じゃないですか？内装は綺麗ですね。めっちゃ綺麗じゃないですか？はい、7年経ってるんですけど、はい、中はめちゃめちゃ綺麗です。はい、これで足元もめっちゃ綺麗ですね。綺麗です。7年経ってるとは思えないぐらいの内装。はい、めっちゃ綺麗です。これで、はい、こちら運転席なんですけど、はい、これもしかして、はい、本革のステアリングじゃないですか？ステアリングです。めっちゃいいじゃないですか？そうなんですよ。これでインパネこんな感じですね。こんな感じです。
これ変わってますね、ここね、はい、ここにメーター類が真ん中にあるのは、ね、はい、分かるんですけど、ここがでっかい物入れになってますね。そうなんですよ、収納する場所がいっぱいあるという。これあの牛乳パックも置けるサイズのドリンクホルダーじゃないですか。そうです、ね、はい、これ変わってますね。変わってますね。ほいで、はい、7インチのパナソニックのナビがついてます。あと ETC もついてるんですよね。 ETC もついてますね。こちらの方に ETC がついております。ここですね、はい、ちょっと見にくいんですけど、この青く光ってるのが ETC やと思ってください。はい、あとバックモニターもついてますので。あ、はい、ついてますね。しっかり見やすい、はい、間違いなく状態で、はい、ついております。ついております。はい、それとですね、こちらにスイッチあるんですけども、運転席側シートヒーターついておりますので、冬も暖かい状態で運転していただけます。これは運転席側しかついてないんですけど。そうですね、ヒートシーターがついてますと、はいはい、ついてます。これありがたいですよね。ありがたいですね、はい、寒いですからね今日もね。はい、そうですね。あとちょっと見にくいんですけど、ドラレコの方もついてますので、はい、ついてます、ついてます。安心して運転していただけるかと思います。それともう一つ安心といえば、こちらのちょっと後付けにはなるんですけど、誤発進防止装置がついておりますので、アクセルの誤発進、バックの誤発進、しっかり防いでくれます。これあの後付けって、はい、おっしゃいましたけど、はいはい、これ後付けって大丈夫なんですか。あ、もうそれはもうやってみましょうか。あ、やっていただけるんですか。はい、お願いします。はい、じゃあ思いっきり今から踏み込んでみたいと思います。はい、大丈夫ですか。ほんまに安心してください。一応ね、前も後ろもそうですね、車いない状態でいないので、はい、やってますから。はい、じゃあまずバックに入れて思いっきり踏んでみたいと思います。今バックに、バックに入れました、ね、ピーピー言ってますもんね。はい、はい、ゆっくりしか動かないんですよね。あ、本当ですね。もうベタ踏みしたんですけど、ええ、ゆっくりしか動かないので。そうですよね、はい、ベタ踏みやったらもっと勢いよくね、ガーン行きそうな感じですけど。そうなんですよ、はい、それを抑制してくれるので。なるほど、はい、じゃあこれ前も同じことが、はい、いきます。はい、いきます、はい、いきますよ。はい、っていう感じで。ほんまや、本当に急に踏んでもゆっくりしか行かないので、これは安全ですね。はい、安全だと思います。それでは後ろの広さをちょっと見ていただこうかと思います。よいしょ、こんな感じで。あ、まあ、ここに、こんな感じになってるんですね、はい、荷物をいっぱい置けます。置けそうですね、はい、これちょっとあの下にへこんでるというかね。そうですね、スペース取ってますね、はい、で、あとこれ後ろの座席は前にパタンと倒れたりします。はい、倒れます。あ、簡単に。よいしょ。そうなんですよ、ここをキュッと引いてもらって、はい、もう倒すだけで、おう、もうこういうこんな感じのスペースできますんで。あ、できてますね、はい、たくさん物入りそうですねこれね。そうなんですよ。ということで今回はこのトヨタのスペードの中古車の紹介をさせていただきました、はい、ちょっとまとめますと、はい、グレードが G で、年式が26年式です。で、26年の1月登録なんで、もうほぼほぼ7年そうですね、ですね、もうすぐ7年のお車です、はい、それで走行距離が1万8000キロです。で、あの最初にお伝えしましたけど、車体本体価格が68万円、はい、これはねめっちゃ安いと思うんですけど、ただ総額おいくらぐらいになるんでしょうか。総額車検2年付きで、これはあの車検2年受け渡しですよね。そうですね、はい、わかりました。車検2年丸々ついて、お値段なんと86万円で。これは安いんじゃないですか。100万円を大きく切りました。はい、90万円も切りました。切りました、86万円。はい、これは税込み、税込みです。税込み86万円ポッキリで、はい、この1万8000キロしか走ってないスペード、極上車ですよね。極上車ですね。1台きりですよ、これ廃門勝ちですからね、はい、ただ一つ注意点があるんですよね、はい、この86万円、大阪にお住まいの方、大阪で登録する場合はその金額でいけるんですけど、
県外の方はちょっとプラスアルファで手数料がかかってきますんで、はい、それだけねご了承いただければと思います。お願いします。ちなみに弊社は、各種任意保険も取り扱っておりますので、お気軽にいつでもご相談ください。そうですね、はい、この車お買い上げの時に保険相談していただくのもいいし、またねこの車以外でも今乗ってるお車の保険見直そうかなという方も気軽にご相談いただければと思います。はい、よろしくお願いします。あとですね、この中古車の紹介とはちょっと離れちゃうんですけども、動画を見ていただいた方に素敵なプレゼントがあると聞いております。はい、例えばオイル交換がなんと1000円でできたり、あとねいろんな特典用意していただいてます、はい、もうね時間がなくなっちゃうんで、はい、この辺に貼っときますんで、あとはねこの動画の概要欄を見ていただければと思います。はい、ということで今日はこのトヨタのスペードの紹介でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。